两个五年级的小学生就因为スクールバスの集合時間に遅れた小学5年生の児童2人、教師は体罰としてお互いに何百発もビンタをさせました。この様子がネットで流れ、強い反発が渦巻いています。11月7日、広東省広州市の小学5年生2人がバスの集合時間に遅れたことに、教師は腹を立て互いをビンタさせました。動画では叩き合う2人の傍らで、あっけに取られている児童やせせら笑っている児童の姿が見られます。3分間の動画で300回はひっぱたいています。最後ようやく教師は2人にやめさせます。しかしこれで終わりません。怒りが収まらない様子の教師は2人を叱りつけた後、強くひっぱたきました。劣等生に冬教室の外で試験を受けさせたり、言うことを聞かない小学生にズボンを脱いだまま走らせたり、最近中国で多発する非常識な体罰。ネットでも中国の教師は一体どうしてしまったのかとの嘆きが溢れています。事件の後、この教師は辞職。校長は児童の健康に害はなかったと釈明しましたが、ネットでは怒りの声が絶えません。このような極端な懲罰は、子供の心を踏みにじる。事件が起こるたびに辞職するか、臨時教員だと釈明するが、彼らの責任を追及し、罰する管理部門や法律はないのか。人が生まれながらに有する尊厳と権利、それは人類共通の価値観です。しかし共産党の統治下で尊厳が踏みにじられ、真善人の理念さえ受け入れられません。そのような状況下では、誰もが互いに殴るよう強制される恐れがあります。